こんにちは、ダイレクトライン社長の広島です。今回はどうやったらかっこいいコードの押さえ方を見つけることができるかということを紹介したいと思います。それではやっていきましょう。ベーシックなピアノコードは押さえられるようになったけれど、やはりまだかっこいいコードではないと。さあ、ここで、ポイントなのが、やはりかっこいいピアノのコードというのは、押さえ方も含めて、コードボイシングも含めて出来上がるわけですね。ですので、同じコード進行だったとしても、それをどのように押さえるかによって、やはり全然違うわけですね。で、じゃあそのコードのボイシングというんですが、コードボイシングをどうやって見つけていくかというのを例にやってみたいと思います。では、まずベーシックコードとして、Bm から、E マイナー、そして E マイナーから F シャープマイナーというコード進行があったとします。これはですね、キーが B キーの1、そして4、そして5というコード進行なので、すごいベーシックですね。1マイナー、そして4マイナー、そして5マイナー。そしてこれをですね、まず普通に弾くと、これが Bm、そして Em、基本形、そして F シャープマイナーと抑えられてるわけですが、やはりサウンド的にそんなに面白いサウンドではないわけです。じゃあこれをどのように見つけていくかというところなんですが、かっこいいコードボイシングをどんどん見つけるためには、やはり、音源などから耳コピーをしていくことをおすすめします。そうするとですね、実際にこのコード進行の中で非常にいい押さえ方などが見つかるわけですね。今回はですね、というエラメイのトリップという曲があるんですけど、このボイシングをちょっと取り上げてみたいと思いますね。今 B マイナーのところでは右手ですが、 A、C シャープ、D、ここで A、C シャープ、D、そして F シャープと弾きました。そして E マイナーの時、ここでは G、B、そして D、そして F シャープと弾きました。これですね、この B マイナーと E マイナーのこのコードのポイントは F シャープ、トップノートですね。これがペダルノートとなっています。ペダルノートというのはコードが変わっても同じ音をキープしておくというテクニック。そうすることによってコード進行が変わっているのに統一感が測れるということですね。そしてですね、これらをしっかりと自分のものにするためには、構成音を記入するということですね。この A、C シャープ、D、F シャープ。これが B にとっては、セブンス、そしてナインス、サード、フィフスという、このような構成音になっています。そして、E マイナーにとって G、B、D、F シャープ。これが3度、5度、そしてセブンス、ナインスと、トップでナインスの音ですね。ですので、B マイナー、E マイナーのところが B マイナー、ナインス、そして E マイナー、ナインスというボイシングに変わってるわけですね。そして F シャープのところでは、このように A、C シャープ、E と A、C シャープ、E と考えます。そうすると F シャープから見たら3、5、そしてセブンスというボイシングになりますね。最初ベーシックにやったのが、だったサウンドに対して、
じになりましたね。で、この状態でもう分かったようになってはまだいけなくて、実際今度このじゃあボイシングをちゃんと使えるようになったか確認するためにどうするのかというと、キーを移調してみます。例えばじゃあ Am キーになったとして、 Am の1445となったとしますね。キーが Am のベーシックというコードから先ほどのトリップのボイシングに変えてみるわけですね。そうすると7935だったので GBCE と、そして Dm に変わった時、トップノート、この E ノートを残すことで、そしてかっこいいですね。もちろんオクターブ上げてもというサウンドになります。このようにかっこいいコードボイシングを見つけるには、一度ベーシックなコードを弾いてみる、そして何かの音源からかっこいいボイシングを見つける、そしたら必ず構成音を記入する、そしてその流れが分かったら今度はキーを変えて弾いてみて、ちゃんと弾けているかチェックする。この流れでかなりかっこいいボイシングの、引き出しが増えていくので、ぜひ試してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。